はい、それでは今回はストアーズの方でデジタルコンテンツを登録していきたいと思います。まあ、その設定方法を解説します。まあ、デジタルコンテンツはこのように今ここ登録してある通り、まあ、PDF を登録する形になります。まあ、動画視聴ページとか動画視聴サイト、あとテキストコンテンツということで PDF、電子書籍みたいな感じで、まあ、そういう感じで販売するので、はい。まあ、音声は登録できるんですが、あまり音声を単体で登録する、なんか、販売するってことも少ないと思いますので、主に PDF を登録します。はい。で、その前に、設定の前に、機能の追加から、ダウンロード販売でオンにしておいてください。すると、このようにデジタルと出てきます。アイテムの作成からデジタルをクリックしてください。はい。で、物販の方と同じで、まずイメージ画像、適切な画像を設定してください。デジタルコンテンツのタイトルですね。まあ、名前。それをアイテム名に入力してください。で、価格はそのままですね、価格。で、このファイルのところに、まあ、例えばこんな感じです。これ一例なんですけど、まあ、動画視聴ページの URL とパスワードを記載。で、簡単な文章を配置ですね。ここは特にそんなこだわる必要はなく、まあ URL をクリックしてパスワードを入力してアクセスしてくださいねっていう、そういう内容になります。まあこれが視聴ページとか視聴サイトでパスワードですね。はい。まあこれに関しては別の動画で解説していますので、はい、まあ主に視聴ページですね。この場合は視聴ページを案内するようにしてください。で、今回は登録に絞って解説したいと思います。で、ファイルからダウンロードで PDF として書き出してください。で、書き出したら、まあ、このように、ドラッグ&ドロップで、はい、配置します。まあ、これ半角にしてください。ちょっと今回テストとしますけど、その、名前に、こう関連するようなもの、アルファベットでいいので入力してください。で、今回テストで半角にしてからアップします。まあ、WordPress のなんか、商材だったとしたら WordPress なんとかとか、そんな感じで入力してください。半角ですね。で、説明文。説明文を入力。また保存するだけですね。はい。これで簡単に登録ができますので、まあ、やることは非常にシンプルで、画像を設定するとかですね。まあ、基本的なものですね。はい。まあ、つまずくことも少ないかなと思います。はい。まあ、ファイルだけ半角にするぐらいで、特に、そうですね。こういう、OIS 系のソフトから PDF にしてダウンロードして、それを、こっちにアップロードするっていう、すごく簡単な作業なので、まあ、特につまずくことはないと思います。はい。あとは、この保存するをクリックするだけです。まあ、あと、公開するとか、公開しないとかはお任せしますけど、まあ、通常はですね、公開すると思うんで、ネットショップで公開をクリックして保存するをクリックしてください。はい。まあ、以上がデジタルコンテンツの、はい、アイテムの登録方法になります。